はい、次は赤血球円柱です。でまずあの赤血球円柱の形態についてですね。でえー、赤血球円柱はこれはあのー、円柱の中に、えー、赤血球が3個以上、えー、含まれているものを赤血球円柱と定義します。でえー、こちらの図でいうと赤血球円柱はこちらになりますね。 えーまあ、このガラス円柱の気、まあ、質の中に赤血、えーまあ、球が3個以上あるという場合を赤血、えー、球円柱と言いますでこの赤血球円柱の、えー、染色性、S 染色すると、えー、石鹸球は赤,赤紫色にあの染まりますで無染色の状態でも赤血球はあの着色をしていますのであの無染色でも観察が容易にできます でえー、この赤血球円柱をきたす、えーまあ、臨床的意義、これはあのネフロンにおける出血を意味しています。えっ、ー、と、円柱が形成されるのがあの、まあ、こちらの遠の位尿細管ですので、 えーまあ、ここであの赤血球が、えーまあ、円柱の中に閉じ込められるわけですが、まあ、その出血の部位というのは、まあ、ほとんどがこのネフロン、まあ、ここの,あの出血によって、えーまあ、赤血球が遠、まあ、尿細管で円柱に取り込まれるということになります。 でえーとまあ、病態としては、この IgA 腎症、えー、四半病性腎炎子宮、急性子宮体腎炎、膜性増殖性腎炎、ループス腎炎、えー、NCA 関連腎炎、まあ、こういった腎性、まあ、出血を伴う患者さんの尿に、えーまあ、赤血球炎中が認められます。でこれはあの赤血球炎中だけではなくて、通常の,あの 子宮体型の赤血球も尿中には通常出てきます。それでは、これに関係した国家試験の問題ですね。58回目、えー、尿賃差のステルンハイマー染症標本を別に示すとで。こちらですね。で、認められるのは、あまあ、これは明らかに赤血球円柱になりますね。で答えは4番ですね。これの赤血球円柱が答えになります。 これは S 染色した像になりますで次、61回目、えー、尿賃酸の無染色標本を、えーまあ、別に示すと、まあ、こちらですねで、えー。認められるのは、もちろんこの、えー、赤血球円柱の4番が答えになります。でこのようにあの赤血球円柱が認められるその背景には、糸球体型の赤血球もあのたくさん認められます。 これに関係した、えー、と第3部のアトラスのこれは131ページですかね、えー、と赤血球円柱、これはエッセン色した像になります気質,な気質内の、まあ、赤血球が、えーまあ、エッセン色で赤色赤紫色調に、まあ、染まります でえー、まあ、こちらのえー、ま腎、あ、組織の病理、えー、ま間、あ、質性腎炎のあの病理組織像になりますね。でここが尿細管で、えー、まあ、このようにあの尿細管腔がこの赤血球でまあ、埋め尽くされていると。でまあこれがあの赤血球炎中になります。でえー、まあこの炎症用のあ炎症細胞のま浸真珠、まあ、こういった細胞ですね。 リンパ系の多分細胞だと思うんですが、まあ、こういったのがあの浸潤している様子がわかります。でえーまあ、下の図も、まあこ、これも赤血球、円柱になります。でえーまあ、これはもう円柱にあの、まあ、赤血球がもう、えーまあ、満たされているというか、あまあ、ぎゅうぎゅう詰めになっている状態になります。でこちらは、あまあ、こっちは無染色ですね、こっちはあの S 染色した像になります。 でえー、まあ気質の中の一部がちょっと下流状に赤血、えー、球の形がで下のこちらの図これも赤血球円柱になりますね、えー、まあ円柱の中に多数赤血球が封入されていますとで右の写真も隙間なく赤血球があの封入されている円柱赤血球円柱になります